皆さんこんにちは、ミキです。今日はですね、超入門シリーズの第2弾ということで、公園で一年中見られる身近な小鳥たちをご紹介します。今回は第1弾の野鳥以外の10種類をご紹介しますので、まだの方はまずは第1弾からご覧ください。というわけで、今回も探すための4つのポイントとして、見た目、 鳴き声。どんな場所でどんな行動をするのかを解説します。それではご覧ください。どうぞ。最初は目白です。頭から背中にかけては抹茶のような深い緑色をしていて、目の周りが白いから目白と言います。全長、くちばしの先から尾の先までの長さは11.5センチで、 スズメよりも一回り小さいです。公園や市街地、産地の広葉樹林に生息しています。 甘いものが大好きで、季節ごとにいろいろな果実や花に集まってきます。春は梅や桜で群れていたり、秋には柿を食べていたり、冬にはサザンカや椿の蜜を吸っていたりして、植物とのコラボレーションが素晴らしいですよね。このようにお食事中は同じ場所に留まっていてくれるので、観察がしやすいです。 また繁殖期の春には、夫婦でお互いはずくろいし合うという、とても可愛らしい求愛行動も見られます。続いてはこちら、言わずと知れたウグイスなんですが、意外と地味な見た目をしていて、頭から背中にかけては薄い茶色で、お腹は白っぽい色をしています。よく目白と間違えられるんですが、 比べてみると全然違いますよね。大きさはスズメくらいです。 紅葉樹林から針葉樹林まで幅広く見られるほか公園や瓦高原などにも生息しています普段は地面近くのやぶの中に隠れていることが多くてなかなか人前に姿を現してくれませんねただ繁殖期の春から初夏にはまれに枝先や木のてっぺんなど目立つ場所でさえずってくれることがあるので 鳴き声がしたら注意深く探してみてください。続いて、死従からです。お腹の黒いネクタイ模様が特徴的で、太いのがオス、細いのがメスです。また、背中が緑がかっていて綺麗ですね。大きさはスズメと同じです。 公園や市街地のほか、山地の紅葉樹林や紅葉樹と針葉樹が混じり合ったような混合林にも生息しています。春先に目立つ場所に出てきて泣いていたり、秋から冬にかけては地面で餌を探していたりする姿が見られますね。続いて山柄です。お腹のオレンジ色が特徴的で、 背中や翼は灰色をしています。大きさはスズメくらいです。 紅葉樹林や金剛林など山地に生息しているから山柄ガラというんですが公園や市街地など身近な場所でも見られます初夏にはひなが巣立って親に餌を狙っていることもありますねまた秋から冬にかけては大好物のどんぐりを食べている姿もよく見られますどんぐりを振って選んで 木の枝に運んでから、コンコンとくちばしで殻を器用に割って食べます。ぜひ、この音とどんぐりがたくさん落ちている場所を手がかりに探してみてください。続いて、えながです。白くてまるっとした体で、翼は黒色と小豆色。そして、尾羽が絵のように長いから、えながと言います。 また、本州、四国、九州に生息する個体は、目の上に黒色の線が生えるんですが、北海道に生息するアシュシマエナガは真っ白な顔をしています。全長は長い尾羽を入れても14センチで、パッと見の印象としては、スズメよりもかなり小さいです。 公園や市街地、山地の紅葉樹林や混合林に生息しています。小さいし、とにかく動きが素ばしっこいので、なかなか姿を捉えるのが難しいです。ただ、秋から冬にかけては、混群といって、メジロやカラ類など他の鳥と群れを作るので見つけやすくなります。他にも木の実を食べるときには、 同じ場所にとどまっていてくれるので、じっくりと観察がしやすいですね。続いて、コゲラです。全長15センチとスズメサイズで、日本最小のキツツキです。実は日本にはキツツキと名前につく鳥はいなくて、キツツキの仲間はなんとかゲラと呼ばれます。 背中は焦げ茶色に白色の横縞模様が入っていて、まるで木の幹のような色合いですね。またオスには目の近くに赤色の羽があるんですが、隠れて見えないことが多いです。 もともとは紅葉樹林や金剛林など山地に生息していたんですが最近では公園や市街地など身近な場所にも拡大しています他の小鳥とは違って幹伝いに上下左右に移動するキツツキ特有の動きをしますまた餌を探している時も同じ場所に留まっていてくれるので見つけやすいです 枯れ木をつついて中にいる幼虫をほじくり出して食べるんですが、コンコンと木を叩たたく軽めの音がしたら近くにいるかもしれませんね。続いては青ゲラなんですが、実は日本にしかいない固有種のキツツキです。その名の通り背中が緑色をしていて、 頭のてっぺんやくちばしの横は赤色です。全長は29センチです。 リンやコンゴ混リンを好んで産地だけでなく公園や市街地にも生息しています木の幹に張り付いている姿がよく見られますねまた繁殖期にはこのようにオスメスでくるくると踊っている求愛ダンスも見られました続いてモズですオススはアイマスクののような目の線と 翼の一部分が黒色です。メスは全体的に色味が薄くて、胸には細かい模様があります。また大きく平たい頭と長い尾羽のシルエットも特徴的です。大きさはスズメよりも一回り大きいです。 基本的には一年中同じ地域で見られる流鳥なんですが、秋になると山から平地へと降りてくる個体もいて、冬により身近で観察しやすくなります。特に里山や農耕地、河川敷などの開けた環境にいることが多いです。モズは肉食でカエルや虫、時には鳥を襲うこともあります。 電線焼き、杭の上など、目立つ場所に止まって、じーっと獲物に狙いを定めているときは、遠目からでも見つけやすいです。また、止まっているときに、おっぽを8の字に動かすのも特徴です。続いて、ほうじろです。その名の通り、頬が白色です。オスの顔は、歌舞伎のような模様がはっきりとしていますが、 メスは全体的に淡いい色合いですオスメスともにお腹はオレンジ色をしていて大きさはスズメくらいです。 開けた環境を好んで農耕地や河川敷で見られます。春から初夏には木のてっぺんなど目立つ場所でさえずっているので見つけやすいです。冬は数羽の群れになってヤブの中に隠れていることが多いんですが、種を食べに穂の先まで登ってくることもありますね。最後は瓦ひわです。全体的に茶色っぽい体です。 翼の黄色は飛んだ時によく目立つので、見分けるときのヒントになるかと思います。尻尾の形がエビフライで、オスはメスよりも顔の黄色みが強いのが特徴です。大きさはスズメくらいです。 農耕地のほか、市街地や公園でも見られます。冬に観察がしやすくて、電線にずらーっと並んでいたり、地面に降りてきて集団で食事していたりします。このように開けた場所で群れを作って行動しているので、見つけやすいかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。街から一歩外に出て、 緑の多い公園に行けば見られる種類もぐっと増えるのかなと思います姿や場所だけではなく鳴き声や行動まで知っておくとより見つけやすくなるかもしれませんね是非この動画を参考に野鳥観察に出かけてみてはいかがでしょうかまたよろしければ他の解説動画も是非ご覧くださいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました